こんばんは。あと、ありがとう。お疲れ様です。皆さん、前髪、そう、今日開けました。ちょっと長くてですね理由が長くてっていうのがちょっとあれなんだけど、こんばんは。今日は日、金曜日あー、トペルネさん、ありがとうございます。そうなんです、すごくね、たくさんお話しさせていただきました。ぜひぜひ、あの、手に取っていただけますと嬉しいです。まあ、詳しくは詳しくは読んでいただけますと嬉しいです。テスト期間お疲れ様。そうだよね、テスト折り返し、頑張れ。テスト期間か、6月末とかだったんだ。もう全く覚えてないや、高校テスト期間どんぐらいだったか。でもこれ終わったら夏休みだから、頑張ってください。ファイトだ。あと、ありがとう、ありがとう。こんばんは。今日なんかオレンジだな。こんばんは。テスト勉強エピソード、なんだろうな。一夜漬けしてたってことが強すぎて、あ、でもテスト期間中に、あの、お母さんがこう、なんかこう夜中、私が一夜漬けをするから、私とお兄ちゃんも一夜漬けの人だったんですよ。なんなら、ちょ、お兄ちゃんからまあ学んだ一夜漬け法みたいなところあったんですけど、勉強法イコール一夜漬けみたいなところもあったんですけど、あの、お母さんがこう家族でも総出でも兄弟揃って、あの、一夜漬けをするもんだから、で、ね、期間も大体被るじゃないですか。だからこう夜中にお腹空いてもいいように、なんかこうご飯とかちょっとした軽食とか作ってくれてたんですよ。その時にね、私がね、こう食べたのが炊き込みご飯で食べたんだけど、もうめっちゃ美味しくって、もう夜中の、もうしかももう頭ももう眠いのかもよく分かんない感情で、もう頭がポワンポワンしている状態での炊き込みご飯がめっちゃ美味しくって、それ覚えてるな。そう、流れ星ありがとう。でね、そのね、炊き込みご飯をね、すごい、あの、電子レンジですっごい温めてから、あの、自分の机にこう置いたのよ。で、その自分の机っていうのも、なんだろう、今までそんなすごいなんか机、自分の机って、あの、皆さんがきっと想像するような子供部屋にある机とかではなく、私はね、私は持ってなくて、いつもなんか長机みたいな、長机じゃないけど、お兄ちゃんと一緒みたいな感じで、一つの机を二人で分けてるみたいな感じだったんだけど、テスト勉強っていうか期間はさすがにちょっとお互いがブツブツ言い出すとキリがないので、簡易的なね、机をね、買ってもらって、そうそう、 お母さんと一緒、お兄ちゃんと一緒みたいな、そう、簡易的な、机をね、買ってもらって、私は隣の部屋で勉強して、お兄ちゃんは別の部屋でみたいな感じだったんですけど、その新しい机を買ってもらった、まあ、当日にその炊き込みご飯みたいなの食べたのよ。シュラさん、ありがとう。 I love you くまくま、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、今日も来てくれてありがとう。そうで、新しい机で一発目でこう炊き込みご飯をこう食べた、 その日が初めてだったんだけど、その炊き込みご飯が熱すぎて、あの、机に置いたんです。私は熱々と思って、レンジで温めすぎて、で、こう冷めたかなと思ってこう食べるじゃないですか。したら、あれみたいな、机になんか丸い跡がついてると思って、こうやって擦るんですよ、蒸気かなと思って。でもなんか取れなくて、え、なんでと思ったら、多分その熱さで机のなんかコーティングか何かに、こう化学反応か何かが起きて、丸い跡が残ったんです初日で最悪
そうなんか溶けちゃったのかなと思って、もうこすってもこすっても拭いても拭いてもね、丸い跡が未だに残ってる。こっちのうちにはないんだけど、福岡のうちに残ってますね、その思い出の炊き込みご飯、テスト勉強の炊き込みご飯でした。そう、美味しかったからいいんだけど、なんかあまり私はそういうなんかね、物が壊れるじゃないけどさ、そういうのになるのちょっと悲しいじゃん。それがさ、私って結構そういう初日とか新しい時に何かこう一つ何か起こしちゃう人なんですよ。広島の山ちゃんありがとう、虹ありがとう、今日も会えたね。そう、あの悪気があってしてるわけじゃないから、もう仕方がないことなんだけど、あのなんでかこう新しいものこそこう何かこうちょっと汚しちゃったりっていうのが多くて、あの教科書、新学期になって教科書とかさ、こういただくじゃないですか、いただくというか新しくなるじゃないですか。その教科書もなんかもう何かの教科一つだけはもう表紙から真っ二つに折れるんです、机から落ちて初めの 1,2 回目ぐらいの授業で、あの机から落ちて、もうなんだ落ちどころが悪くて表紙がもう真っ二つに、表紙だけの部分がこう真っ二つに折れるみたいな、割となんか毎年あった。新品の先教科書って結構こう動きやすいっていうか、自我を持ってるわけではないんだけど、なんだろうな、まだこう安定しないじゃないですか、だからこう落ちちゃって、そうだ、曲がった、また今年も曲げてしまったっていうね、ことが多いですね。投げてないですよ、もう全然そんなことするわけないじゃないですか。あんまね、こう物は大切にだからね。めっちゃ可愛い、ありがとう、しのちさん、ありがとうございます、ありがとう。そう、私は落書きはしないかな、メモはするけどね、落書きはしないかも、うん、してないですね。なんか落書きまあしようと思ったこともあんま、まあもう覚えてないぐらい、でも昔はもしかしたらしてたのかもだけど、記憶上あんまりなくて、だし落書きできるほどの画力もないだから多分落書きしてて楽しくないと思う、私の画力だと。うん、ねさあ、武道館楽しかったですか？私はもう昨日すごく楽しかったです。もうなんかもう終始感動と、なもう涙と、もう目もう楽しくて目キラキラしてたし、なんか拍手というか、もう拍手というかずっともう手が止まらないぐらいな感じでして、もう楽しかったです。そう、着役ありがとう、ありがとうございます。お、生写真優香出ますように近くにいたの、おお、ありがとう、ありがとう、ありがとう見れたかな。私たちニア充を目的にね、見にいらっしゃる方々ではないので、私たちも影を潜めて見学させていただきました、勉強させていただきました。そうそうそう、双眼鏡で、ね、私何してた大丈夫かなって言って旗ありがとう。見えるのか、まあ、分かるよね、多分そこだけさペンライトがない団体がゴンってあるから分かるのかな、分かるんですかね。もうすごくすごく、もう私たちもさ、キャッキャ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 っていうか、なんかついもう声が出ちゃうぐらいの、もうあーみたいな、うわーみたいな、曲のイントロとかかかったらうわーみたいな、なんかこう自然とねこう出ちゃってましたね。どれが誰かまでは分かんなかった。あー確かに暗いですもんね、席にライトはないですからね。
ハートありがとう。ありがとうございます。私もなんか涙流してましたよ。涙涙の。もうどこで泣いたのかもう分かんないぐらいにいろんな場所で泣いてた気がする。でもねやっぱり改めて先輩方ってすごいなって思いますし、アイドルってすごいなとも思いましたし、それをね感じて自分たちも頑張ろうって思いますよね。思いました。こんばんは。こんばんは。ね、明日から7月なんで信じられない。早いんだけど、いい早いね。いつか黄色にしたいな。嬉しい、ありがとう。なんかその昨日見させていただきましたっていうツイートをねあげて、皆さんがさリプとかでなんか20もうみたいな、20ちゃんもいつか行けるようにみたいな、応援するねってたくさんの方が言ってくださって、とても嬉しかったです。頑張ります。え、本当じゃん。もう半年終わったの。本当じゃん。いやいよ。でもこの半年も楽しかったよ私は。猫背さんありがとう。猫ちゃんの合唱にゃんにゃんありがとう。嬉しいね。わあありがとう。しげちさん I love you くまもありがとう。今日もお疲れ様です。ありがとうございます。こんばんは。清宇屋さんはじめまして、よろしくお願いします。バーベキュー美味しそう。いいね、良いですね。あ、てかそう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 、そういえばあの先日、先日じゃないな、何ヶ月前、2ヶ月前くらいかな、あのショールームさんのイベントで、あの海鮮をねのなんかこうイベントがあったんですけど、海鮮こうなポイント足したらみたいな、皆さんのがもうすごくこうね、もう皆さんのおかげでですよ、海鮮届きました、うちに。お家届きました、ありがとうございます。そしてですね、先月、違う、今月、今月か、今月のあの少し前の和菓子の日、和菓子の日、和菓子の日の大福もいただきました。もう本当に本当にありがとうございます。私は時間をかけて皆さんのことを考えながら堪能したいと思います。本当にありがとうございます。もう幸せです。ありがとうございます。たくさんもりもり食べます。というね、本当にこれはもう皆さんのおかげで。すいません、 iPad の充電が 10% だったみたいです。これは皆さんのおかげでしかないのでね、こうやって皆さんにね報告させていただきました。ありがとうございます。大きくなってね、大きくなるね。身長伸びるといいな。配信ではね、なかなか食べながらの配信はしないかな、恥ずかしくて、なんか食べてる姿恥ずかしくて。ハートありがとう。お手紙もありがとう。初見です。石川さんはじめまして、丸山由香です、よろしくお願いします。嬉しい、この上位でゆうかちゃんに会えるのが楽しみです。嬉しい、嬉しいよ、ありがとうございます。この上位に向けても頑張ります。はみこさんタイムもね、去年のいこの上位ぶりですので、私たちははみこさんには多分ね、当たり前ですけど先輩方に比べたら慣れてはいないので、もうどうにかどうにかこうにかしてもう漏れるように、もう必死に可愛くなるように頑張るしかないっていう気持ちでいます。私はね、他のメンバーは分かんないよ、私はもうどうにかこうにかしてもう可愛い姿でいたいっ
という気持ちマックスなので、もう7月末に向けてもう頑張るしかありませんよ。カメカで参加します。ああそうなんですか、嬉しい。ぜひぜひね、もしよかったらパシャッと撮っていただけるととても嬉しいです。撮らせていただきます、ありがとう本当に。お、9月9日ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、会えるの楽しみ。いやもうやっぱりね、こうやって配信で見ている皆さんのこの私の姿と実際見てこうカメラで映った時ってやっぱもうどうしても違く見えてしまうのはもう世の中そうなので、テレビとかだとさ、こうね、すごくこうまた見え方変わるじゃないですか、同じカメラだとはいえ MV のカメラすごい漏れたりしたりねするっていうのがあるんですよ。すっごい肌加工とか入ってるわけじゃないのに、もうなんか逆に画質となんか光加減何具合がなんかもう良すぎてなんか漏れるねみたいななる瞬間があるんですよ。そういうお決まりじゃないですけど、そういうのがねあるから、やっぱ見え方変えちゃうので、どんな見え方であろうと可愛い私でいられるように頑張ります。まるさんありがとう、だるまありがとうございます、嬉しい、ありがとう、こんにちは。6月やり残したことはないな、結構満足、結構私の中ではもう6月もですしね、半年間充実していたと思いますよ。だって今年ですよ、特別追加公演があったのって、信じられないけど信じられないけど本当なんです。そうね、すごい、オーディションから400回目だって、すごい、ありがとうございます、そんなにもたくさん応援してくださってありがとうございます。そう、舞台もありましたし、今年に入って3曲スイート16ね、今日も君の夢を見たんだ、大空ビューンとね、3曲もね、こうやって作っていただきましたし、もう本当にこんなありがたいことないですよっていう気持ちなので、これからも頑張りたいと思います。達也さんありがとう、虹ありがとうございます、こんばんは。トム75さん75さんありがとうございます、虹色の星たくさんありがとう、こんばんは。ゆうかちゃんです、こんばんは。まだ君夢まで見てない、あらあり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 、ぜひぜひなんかどこかのタイミングで見ていただきたいですね。ゆかちゃんの歌が聞いて嬉しい、嬉しい、ありがとう。またね、カラオケ配信したいな。私は iPad の充電をする、もうこれもう必須、もう必須です、もうしましょう、私しましょう。なんだか忘れちゃうんですよね、 iPad の充電。あゆみのモノマネ、あゆみ、あゆみ似てない、なんか一時期してたけど似てないな。おはようございます、あざみです、いや似てないな、私の滑舌が追いつけてない。おはようございます、あざみです、おぞあゆみって言えてなくない、私だってごめんあゆみ、悪気はない、ちょっと私にはモノマネの技術あんまり求めない方が良いと思います、いいと思われますね。子供みたい、
私の声がね割と張ると幼くなるから。あ、ジュリー今から歌うの？いいね、ジュリーの声も一生聞いてたい。綺麗な歌声すぎる。いいよね、なんかジュリーの歌声ってさ、すごいこうまっすぐぶれないやん。一生歌ってほしい、歌ってほしい。今日なんかオレンジのリップしてなんか不思議な感じ。前までオレンジのリップだったけど最近してなかったから。浮いてない？大丈夫そうですか？大丈夫そう。こんばんは、はる。こんばんは、はる。ありがとうございます、来てくださって。お疲れ様です。こんばんは。白い、え、そう、白いって言われたんです、メンバーにも。なぜだ、私もわかりません、なぜだ。K913 はじめまして、読み方間違えてたらすいません。丸山由香です、よろしくお願いします。空白なんだね、すごかった、すごいよ。しかもさ、私もうなんかなんだ、昼公演のさ、もう本当にニアジョイとしてももうね、一発目のもうなんだ選抜の方だったので、もう緊張はもうすごかったと思う。でもそんな中でもさ、もう歌声綺麗だしさ、本当にすごい、もうすごいよーって、もうねーすごいよー。服の色好き、ありがとうございます。初めて来ました、このお洋服、夏っぽい色ですね。こんばんは、こんばんは。初めて見たと思ったら初めて来ました。いいですね。ただ君が綺麗、ちょっと泣いた、縮まることはない距離が楽しかった。ちゃちゃね、今日雨すごい、雨っていうか湿気がすごい、なんか湿気でさ、なんか皮膚からこう3センチぐらいなんか膜張ってるんじゃないかぐらいの、なんか湿気感じない？伝わりにくそうな説明をしてしまった。お洋服、いやそんなことないんですけど、やっぱ配信、毎日配信をしているとね、お洋服がなくなってしまうので買ったりしたりもしますけど、でもね、配信ではね1回しか着てないじゃんって服もね、普段はねお気に入りで着てたりしているので、そうそうそう、すごい無駄にしているとかじゃないんですけどね、まあ、一度着たらもう私のもの、ジャイアンみたいな感じで私のものだからいっぱい着てますよ。このミントグリーンみたいな色かな、ミントグリーンってミントグリーン、変な色。こんばんは、こんばんは。流れ星ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。ね。あの服、まあ確かにね。そうかも。なんかね、私がよく着る洋服は急いでてもダッシュで着れる。とかが多い日もある。 T シャツとかね、 T シャツとか急いでたらもうパッパッて着れるじゃない。ある意味 T シャツはお気に入りのお洋服ですよ。だからジャージになるね。 T シャツはね楽だから、やっぱり。全部が全部だけじゃないよ、そんな。私も日頃からそんなジャージばかりではなく、私服をちゃんと私服を着る時もあります。でもあと、なんだろう、上着とかと合いやすいもの、
日焼けしたくないから上着を着ることが多いのね。だからこう上着からちょっとはみ出そうな丈感とか、上着と合いそうなデザインとかで選ぶから、そう同じのになっちゃうかも。上着ってそんなね何十種類ってあるわけじゃないから。中学校のジャージとかね、私は得意じゃなくて、もうすぐもうすぐもうどっか行きました。もうお家にあるかもわかんない。もうなんかあげるって言って家族に渡しているので、そのお家の雑巾になっているか、なんかもうどこかに眠っているか、もうとっくにもう捨てているか。家族にあげるっていうのもあの好きに扱ってくださいっていうパターンのね家族が着てるとかはないんですけど、そうそうそう、ジャージが得意じゃない。なんかさ学校のジャージなんか質感ちょっとザラザラしないですか。普通のなんだスポーツ用品、スポーツのなんかこうところで買うさジャージに比べてちょっとなんかこうザラザラ生地というか、なんかこう跡つきそうな感じ、こうちょっと力加わったらこうプツプツプツって跡がつきそうな感じ、あの質感がちょっとね、そうそうそう、え、なんかそんな感じじゃない、え、ジャージってわかんないけど、なんかこうあんま着心地いいっていうそうイメージはないので、それだったらお家にある自分のジャージとかの方が良いなという気持ちでいますので、あの自分のジャージに着替えることはある。お家に帰ってジャージはあるよ、それは私もある。ジャージが一番動きやすいからね。そう、お家でスカートとかあんまり履かないかな。外出するときはスカート履くけど、お家は基本なんかパンツスタイルが多いと思います。想像できない？いやーまたまた、でもねドキュメンタリーなんでもうジャージだらけですから、もう そういった感じのジャージだと思っていただけると、レッスン着みたいな、レッスン着着てるよみたいな感じで思っていただけると、そうスライディングすると、そう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 、私もねあの高校のジャージかな、何の授業だろう、バスケじゃないの、バレー何かの授業で、すっごい張り、私はもう体育張り切る人だから、あのすっごい 何かの拍子にスライディングをしてしまって、こう膝に穴がねこうポツポツっと開いてました、高校のジャージ。中学校はもう開いてたと思うよ、中学校、うん開いてたと思う、うん、私もほんとスライディングというか、もうほんともうね運動はもう体育とかもしっかりする、もう楽しむタイプの人なので、わんぱくでしょとか言ってバーベキュー、わージャージ燃えた、危なすぎる。君と出会って泣きてきた、なぜか涙が止まらない、心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じて、そのせい目の前にいる君を抱きしめたいと思った、これが愛としても一人の自分に気づく、ありがとうございます。ベルさんはじめまして、コメントありがとうございます。村山由香です、よろしくお願いします。嬉しい、ほんまにほんまに関西の方ですか。そう、流れ星ありがとう、ありがとうございます。そう体育ジャージ学校なんだろう、私さこう学校から帰ってきて制服ね、一日その夜までその制服の状態でいるっていうのがどうしてもこう許せない人で、こう人がね家族がしてるとかお兄ちゃんがしてるとかは別にこう許せないとかじゃなくて、自分がそれをするのがこうなんか嫌で、すぐもう帰ってきたらすぐもう自分の私服というかに着替えてたりしましたよ。そうなんかやっぱ着心地あんま良くないからね、学校にいる時はもう着てるけど、ま、
ね、お家でその制服だとあんまりリラックスできない気がするから。虹色の星ありがとう。わかるわかる、やったん。靴下は、靴下はどうだろう、時と場合かな。そうね、ゆるゆるがいいよね、時と場合だと思いますよ。サクスありがとうございます、ありがとう。どういうこと、どういうこと確かにどういうこと状態だねね、うん、外に出かけた服は、そうそうそう、あ、わかる、折り目とか私もつけたくなかった、すぐハンガーかけてた、かけてた。折り目、なんかこう制服ってやっぱそんな頻繁にさ洗濯とかするできるものじゃないじゃないですか、あれね、折り目はね。そうフフ、習慣化づけばね、これはもう中学校、中学校っていうか制服がある学年からね、身につけば楽だけどって感じだよね。几帳面の王には絶対になれない、絶対になれない。メンバーでさ几帳面というかそういうのでナンバーワンなのは多分あゆみんだと思うのね、私の中で。もうなんかもうお家の中どんなのか分かんないよ、入ったことないから分かんないけど、もうきっとミニマリストだと思うのあゆみんはそう、私は別にこうミニマリストというわけではないので、結構もう私のね、私の勝手なあゆみんのもうお家のもう想像はもう本当にこう白と白となんかね、黒好きだから黒とか、まあダークブラウン系のなんかね、統一感ほんとすごそうあくない、いやイメージイメージイメージ、すっごいイメージなんですけど、そう、あ、もうこれいらないと思ったらね捨てそう、ほんとに。いやサバサバしてるというか、こう自分の意思をしっかり持ってるから、うんうんうん、シックな感じ好きそう。キーじゃなくて確かにいいアクセント。私メンバーのお家行ったことない、ない行ったことないですね。美月もない、美月もないんです。でもおいでおいでって言ってくれる、そうそうそう、来たこともないないんだす、ないんだすよ。ほんまありがとう、ありがとうございます、ほんまによ、ないんだすよ。私ね、福岡というかね、地元にいる時から友達はあんまりお家に呼ぶ家じゃなかったのよ。私が友達ん家に行くことの方がもう断然多くて、だからもう私のもうすごい小学校からのもう長い付き合いのお友達とかもいるんですけど、その子とかでもお家に入ったことあるの 1,2 回くらい、遊ぶはするのに。そうだからすごいレアキャラ、もう超すっごい超レアだと思う。私の友達が私の家に入ったことあるのなんて福岡でね、本当にもう10本の指に入る回数しかないと思う。お兄ちゃんの友達はね、なんかお泊まりとかであったりするけど、本当に私ももうね、あんまり人をお家に呼ばずに、私が友達の家に行くことの方が多いですね。
天空とかにはないですね。ちゃんと福岡にあるんですけど。でも子供部屋の天井は青空が見えますよ。もうあれかもね、大空ビュンと意識してたのかもとか言って壁紙がね、雲のイラストなんですよ。イラストというか意識高い私が生まれた時からだと思うよ。親がね、そういう子供部屋では可愛くしてくださってくれたので。あ、でも本当にそんな感じかも。そう、すごい雲と青空と泣きわけなくない。そんなことないよ。そう、意識高めだったかもしれない。星空いいね。やっぱ寝るときに上向くからさ、星空いいね青空だし、あのオーディションの時のね、映像とか見たら分かる方もいらっしゃるかもだけど、レンガなのよ。こう壁がレンガで青空だから、なんか煙突の中みたいな感じでしたねそう、そこになんかこうね、私の家っていうか、私が結構割とこうあれしたいこれしたいを結構なんか叶えてくれる感じだったんですよ。あ、すごい私わがままな子みたいだねなんだろう、なんかこうね、こうベッド 3段ベッド、まあ2段ベッドみたいな感じがあったんですけど、私はそうそこでもうだんだんね、みんな結局なんかこう布団で寝ることの方が好きなのよ、私のお家の人ってだから 2段3段ベッドみたいな使われなくなって、私がある時のクリスマスか誕生日の時にハンモックが欲しいっていう、もう意味のわからないリクエストをしたことがあるんですね、私は本当になんかこう何かに影響されてハンモックが欲しいっていう時期が来たわけですよ。その時にこうその3段ベッドをなんかこう、もうなんかこう3段目部分を解体して、そしたらこう2段目と3段目の間に結構な空間ができるんですよ。でそこにハンモックみたいな、なんかすごい頑丈にね、あ、それもこうなんか頑丈にすごくしてくださるってしてくれて、なんかお家でハンモックこうゆら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 してた、そう、骨組みだけなんか活用してハンモックで一時期寝てたり、もう本当になんか私がなんかこうの無茶ぶりに、もうほんと無茶ぶりすぎるのよ私ってなのにそれに結構応えてくれるお父さんがね、こうあれしてみようみたいな感じで叶えてくれるのね、ありがとうという感じですよ。そういったことが結構お家の中にさまざまなところでね、そういったこう DIY が使われていたりしますよ。そうとか、お家のあのなんだ、もともとあったところにこう、あ、こうしたいねみたいなのがやっぱこう長年住んでるとこう生活しやすくするためにこう何か足したくなるんですよ。そういうのもなんかお父さんと近くのホームセンターに行ってみたいな、なんか買ってきてトン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 したりしてました。測ったりして、私もいろいろ手伝いますって言っていろいろしてた。そういうの大好きで、キーくん、はじめまして、よろしくお願いしまーす、お願いします。そう、いっぱい、そう、いろいろね、私がわがままというより、私は本当に無茶なことをひたすらというか言ってたりする時期もあるんですよ。てかこう思ったことをとりあえず言うみたいな、それが本当にこうなんだ、現実で叶えたいというより、なんかこういうのあったら楽しそうだねみたいな、ほんと無茶ぶり人間だからそれを叶えてくれるお父さんがすごすぎるっていう、私はもう叶わないだろう願いとかもね、たはずなのにっていう
そうオーディションの時、そうそうそう、レンガの壁紙、そうなんです。いや、お父さんがすごい才能多彩ですね。サクスありがとう、ありがとうございます。多彩ですよ。私の家族はもう自慢の家族だから、自分で言うのもあれだけど、なんかもうみんな優しいし、みんなもなんかもういい人たちすぎて、私は幸せだと思いながら頼ってばっかりなんですけどね。もう一番年下というかだし、そう。突拍子もないかな、そう、そういう発想力豊かだからね、私って。なんかこう左利きだからっていうのもあると思います。右脳が鍛わっているので。顔型タイプありがとうございます。リオさんはじめまして。うさぎさんだ、ちびまる子ちゃんかわいい、よろしくお願いします。そうなんです、舞台見に来てくれましたよ。そうなんです、そう見に来てくれました。すごいね、うまかったよって言ってくれたし、なんかそんなにね長い時間会えたわけじゃないんだけど、その見に来てくれた夜は、まあ、ちょっと時間をね作って、もうすっごい久しぶりだったの、何ヶ月かぶりにあったから。この間ね福岡に帰った時は、私がもう急に帰りすぎて仕事で会えてなくて、なんかもう本当になんかもう12時間会えたか会えてないかぐらいだったの。だからすごい久しぶりにもう会えて嬉しかったですね。で私にお土産とかをね買ってくれるんですよ。福岡のお土産というより東京でなんかこう美味しそうなものをなんか見つけたから優香に買ってきてあげたよみたいな感じで、そうお土産もらったりして嬉しい。左利き、怖いです、怖いです、嬉しい。左利きですか、一緒なんですか。お誕生日は2月15日生まれの水亀座です。大型です。あるかな共通点。東京のもの、そう福岡のものはそんなに、頼まなかったかも、私が頼まなかった。そうそうそう、お兄ちゃんもなんか会場には入ってないんだけど、なんかこう外のなんか見るものポンのさ、こう写真あるじゃないですか、私たちのこうあれをね、なんか実際見に行ってたみたいです。とかすごいなんかお兄ちゃんのお友達の中ですごい、てかお兄ちゃんがすごい今ニヤ充を広めてくれているみたいで、お友達のにすごい朝から君夢を友達と聞きましたみたいな、聞いたよみたいな連絡来るし、すごい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 ね、すごい本当にすごい本当に本当にすごい、なんかコミュニティこうやって噛みすぎなんか輪が広いなと思いながら、ありがたいですね。女子ゆかちゃん一緒だね、女子ゆかちゃん同じ空気吸ってたところあるしねとか言って、これ妹って言うのやばそう、だからこの間のそのね、大空ビュンとも YouTube でさ明日いよいよみたいな感じだったじゃないですか。だからもう今みんなで YouTube にスタンバってるみたいな、なんかそんな感じのニュアンスの連絡みたいなの来て、そうそうそうね、そうなんです。お兄ちゃんもゆかちゃん推しになるのかな。でも応援はしてくれてますよ。
でもお兄ちゃんにとお兄ちゃんからしたらさ、どんな姿であれ妹なのには変わりないから、どうなんだろうね、どうなんだろうというか、妹としか見てはないと思うけど、でもなんかそれはそれでね、なんか応援してくれているので嬉しいなと思います。お兄ちゃんの推しメン知ってるよ、知ってるけど、なんか言ったらなんかあってなりそうだから黙ってます知ってるって、なんかこの子なんかタイプの顔ってやっぱ多分それぞれあると思うから、そういったもんで、そう知ってるけど秘密で、そんなね、私の情報ならまだしも家族の情報を勝手に売るわけにはいかん。というわけで内緒で、そう気になりながら寝てください、寝てください。私は私のことはもう本当妹としか見てないと思うから、ニコニコしちゃう、ニコニコしちゃってそう数日ぶりにありがとう、お疲れ様。どんな目で見たら、キラキラした目で見てください。いやもう全然ですよ、ありがとうございます。推しの本人も知らない、言ったことない。ぐっさりぐっさり刺しちゃったね、えありがとう、ぐっさり刺しちゃった、なんか危ういよありがとうございます。またなんかお話会受付の時告知しますね。ありがとう、ちょっと私も早く名前覚えられるように頑張ります。明日も配信あるのでね、配信何時からにしようかな。お話会、そう明日ね、お話会なんですよね、オンラインの。そうなのでお話会前か後かにすると思います。お昼とかではないと思う、わかんないけど、私は明日はもう思うがままに寝てみようって思っているので、わかんないけどね、私ってそんなに結局寝れる人じゃないから、合間はしないよ、合間はしないけど、そう楽しみ、嬉しい、ありがとうございます。覚えるの早い、いやありがとうございます、嬉しい。やっぱね、皆さんこうコメントとかしてくださるとね、こうだんだん特徴というかアバターもですし、こう分かってくると覚えやすいかなっていう、覚えるの早く覚えられるかもっていう形ですかね。5時半起き、頑張って、5時半だって、私夢の中ではきっとっていうか絶対そう明日も学校頑張ってね。いや本当に皆さん偉いよ、学校とかお仕事とかバイトとかしながらね。ねむやまゆうかさん、ねむやまゆうかさん、今日は仮眠を取りましたので、ねむやまゆうかさんではないと思うんですけれども、どうですか。手当てするので本当に好きになっちゃってください、皆さん好きになっちゃってお話し会チャレンジ、ぜひ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 、こんだけお名前を見かけしているので、私はお名前を見かけしたらあーってなると思いますよ。武道館帰りで、ありがとうございます、まだ見に来てくださって、お気をつけてお帰りくださいね、人多いし、わかんないけど雨もすごそうだし、わかんないけど外の天気がわかんないけど、
楽しかった、また来るねって、ありがとうございます、明日も頑張ってって、これからどうぞどうぞよろしくお願いします、ありがとう。明日はお話し会ですね、お話し会、明日は2パターンだよね、お洋服もやってる。あ、てかそう、そう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 、そういえばそういえばね、お話し会7月29とかにイコラブさんの方で、23かな、23かな、ちょっと待ってね、お話し会あるじゃないですか、23。そう、私もね、あの浴衣着てみようかなと思って、そうまださ、お話し会受付あるよね、最終受付とかなってないよね、そう着てみようかなと思ってます頑張って着てみますしょうさん、はじめまして、丸山優香です、よろしくお願いします、嬉しいそう、浴衣は私別に抵抗ないんだよ、だって浴衣ってコスプレじゃないもんコスプレじゃない。7月の23日日曜日のお話し会かなと思ってます、にしたいなって思ってます。まだ受付ありますよね、オンラインの、この間が最終受付とかなってないですよね、おそらく。そうなので、またあのその告知の時に浴衣着ますってお伝えはしようと思っているんですけど、とりあえずもう決めてるし、しようと思って。敬語になってしまうけど、これから敬語なくしていきましょう。私もね、こうやってオンラインとかだとね、敬語になっちゃう、オンラインっていうかなんだ、ショールームとかだと敬語になっちゃったりだけど、お話し会とかでも私もだんだん敬語なくせるように仲良くなりたいです。いっぱい会えたらいいな浴衣ね、私浴衣何色が似合うと思います？なんかね、迷ってるの、今いろいろ見てたりしてて、うーん、なんか全部可愛いしなと思って、こう組み立てが難しい、こう帯の色とか、そういろいろ含め。音符ありがとう、はつゆかさん緊張しないで、赤系、そこんとか、そうそうそうなんだよね、聞かないでください聞いちゃダメですか、お話しかい、紫とか赤とか紫とか小さい。今まではね、私紺に赤の何のお花だろう、お花とかなんかそういう白のお花系とかがもう紺ベースの割とうんな色が多くて、とあとなんだ、去年のイコノイジョイのグッズにもなってた浴衣、すごいポップな色のパステルカラーっぽい色の浴衣ぐらいしか着たことなくて、だから私何色が似合うのかちょっと分かっていないんですよね そう、紺赤はね、そう去年のショールーム配信ではね着てはいるんですけど、そうあのね浴衣はね、お母さんが学生の頃にもう手縫いで手作りした浴衣なんですよ。そう代々受け継いで、そうもうね、なもうね、布を切るところからもうすべて お母さんの手作り浴衣なんです。去年着てたやつはね、そう私お気に入りで、そうもう毎年なんかお祭りの時とかそれ着てたんですけど、まあね、こういったお仕事ですし、いろんな浴衣着るのもありなのかなと思って、そ
そう、すごいよね。私もね、 そのおばあちゃん家に行った時に、おばあちゃん家の近くのお祭りでその浴衣着ていこうってなっておばあちゃんにこう着せてもらったんだけど、全然ないの、もう何にも気にせずに、あ、これがいいみたいな感じで私は選んだんです。だからなんか後からおばあちゃんから聞いたのかお母さんから聞いたのか忘れちゃったけど、ね、お母さんが学生の頃に作ったやつだよって教えてもらって、なんか背筋伸びたえ、これがみたいな、すごいってなりました。当たりがとう、どう考えたも、え、本当に嬉しい。浴衣、私浴衣すごい好きなんです。浴衣着るの、浴衣着るのすごく好きで、いっぱい着たいなっていう気持ち。でもさあ、私学校でも習ったし、いろいろ動画も見たり教わったりしたこともあるんですけど、着付けね、なんか毎年ね、その年になるともう忘れちゃうんです。なんでか身につかないので、上手に着れてなかったらすいません。知識はあるのよ、くるぶしの高さの長さにね合わせるとか、ここもなんかこのパッテン折り目のところも、鎖骨のところとか、ここもくる拳一つ開けるとか、分かっちゃいるんです。分かっちゃいるんだよ。でもうまくできないかもしれない難しいよねそうそうそうね、ただありがとう、ありがとうございます。そうそう、着付けもそう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 、何度もしたことがあってできはするんだけど、でもちょっと自分でやるとやっぱ緩くなっちゃう、こうギュッて締まらない。そうなのよ、分かっちゃえるけど、そうよ、分かっちゃえるけどうまくできないっていうね。え、何色がいいと思います？私本当に悩んでてって感じ、決められない。そうみずみず、水分大事、水分補給してください。なんかさ、投票してみてもいいですか？もう投票のもうボールの色でお願いします。ないかもしれないけど、皆さんの希望の色がそう、でもいろいろ見てみて、皆さんのこの投票で決まったものにならない可能性もちょっと大いにあるんですけど、参考程度にしていただけますと嬉しいです。私は何色が似合いそうかなみたいな、なんとなくでちょっと参考にはさせていただきたいです。でもそのね、色が売っているかどうかはちょっとまた別の問題なので違くなっちゃうかもだけど、そう、ボールの色で、ボールの色イコール浴衣の色、一番多い 25g であるみたいです、この投票のボールは。ボールの色が色やと思ってくれたら嬉しいです。リルムちゃんから、リルムちゃんをね、役をねさせていただいてから、なんかピンク色なんかちょっとさらに好きになりましたね。ピンクかわいいと思ってそうなんですよ、道迷っちゃう。25、そう、25全部ありますね。結構カラフルだよね。冷房ガンガンにしたらやばい。冷房、アイス食べたいないきなりなんか夏のアイスっていいよね。私アイスそんなめったに食べるタイプではないんですけど、夏のアイスってなんかいいな。とか言って食べないという食べない日がきっと続くんでしょうけど、
夢の中ぐらい話が変わったね。めっちゃ変わった。あ、そろそろいいかな。うんうんうん、あれもいいな、これもいいな。確かに、アイスはアイス、アイスはアイス。感触系すごい。投票が止まらないね。皆さんありがとうございます。なんとなく止まりそうになったら終了しますね。好きな色3色、あ、せんなはいいと思いますよ。いいと思います。すごい白クマ美味しいよね。あ、でもこの間そのアイスで言うと、あの昨日かな、なんかツイッターのトレンドか、こうなんかニュースみたいなところで、なんかアイス選手権みたいな、みんなのおすすめご当地アイス教えてみたいなのがあったんですよ。それを見かけた方いらっしゃいます？多分本当になるランダムで出てくるかもわかんないから、多分止まらない。じゃあこれで終了しますね。5、4、3、2、1、0。おお、あ、赤、赤ピンク水色青ピンク黄色、赤青系が多いのか。スークシャありがとうございます。わあ嬉しい、皆さんありがとうございました。赤がダントツなんだ。赤が多いね。赤青が多いのか。いててて、足しびれちゃった。赤ピンク、赤ピンク水色、赤ピンク水色青ね、赤ピンク水色青ね。オッケーオッケー。面からなんか嬉しい、ありがとうございます。嬉しいよ。20はだ、え、そういうこと。あ、すごいすごい、手近い。20番、ほんとだ、グレー。確かにグレーの浴衣ってまだ想像つかないかも。ね、リルムちゃんの影響でピンクも。確かに、ありがとうございます。皆さんちょっと参考にさせていただきます。嬉しい。足しびれちゃったよ。私が星座で配信をするからだ。星座じゃないけど、なんだ、足しびれる体勢だった。でそのアイスのね、アイス選手権みたいな、アイ選手権じゃないや、なんかそのツイッターでなんか皆さんのご当地おすすめアイスみたいな、自慢のアイス教えてくださいみたいなので、そのタグでいろいろ見てたんですよ。だから、何県かな、鳥取、島根、なんか中部地方、中の中国地方、中部地方の付近では桃アイスっていう、桃太郎アイスだったかなっていう名のいちご味のシャーベット系のアイス、中国地方、あそこ中国地方か、そうとか、あとバラアイス、東北かな、福島とかだったかな、なんか岡山かな、あ、全然なんかごめんなさいね、もうなんかもう交差しまくってる。神奈川かな、どこかな、バラだけに、あ、秋田かな、あ、秋田だ、秋田だったよ。桃太郎岡山、もうぐちゃぐちゃでごめんね。桃太郎アイスっていうのと、ババヘラアイス、ババン、ババ、ババじゃない、バラ、バラのね、形のなんかシャーベット系のアイスだったりっていうのがあって、その中でもね、すごい福岡、九州がすごい多かったんです、中でも。で、まあ、九州だと、あの、鹿児島だと白クマアイス、すごい有名じゃないですか。美味しいんですよ、白クマアイスもね。すごいいろんな種類もあるし、私も現地で食べたことあるんですけど、あ、うんうんうんって思いながら。で、そうで、ブラックモンブランもね、あれはあの佐賀県ね、工場があるんですけど、まあ、結構九州の中でも、もうザ九州アイスみたいな感じで本当に有名なぐらいに有名なんですよ、ブラックモンブランって。この間それもツイッターで見たんですけど、コメダコーヒーさんで、あの白ノワールとコラボしてた、あのブラックモンブランがね、アイスあるんですけど、ブラックモンブラン、そうそう、ブラックモンブラン美味しいんですよ。で、まあそれはまああるある、うんうんうんみたいな、
まあ、出てくるだろうと思ったよぐらいな、もうザ有名どころなんですよ。で私がね驚いたのが、もう全然こっちにもあると思ってた、私こっちあんまりこうアイスを買ったことない、一回も買ってないからあんまアイスコーナー見ないから分かんなかったんだけど、こっちであるだろうって思ってたアイスがすごい九州のアイスっていうのですごい紹介されてて、もうそれにもうびっくりしたわけですよ。えっみたいな、これ九州のアイスだったなっていうのが、その1、ムースのアイスちょっとわかんない名前が、ムースのアイス、なんかピンクのパッケージのムースのアイスやったでムースなんだもんムースなんだもんのアイスがあれ九州限定だったらしくて、たまにやってるのかな、ムースがねアイスになったんです。バニラのムースがアイスになっているんです、もうそのまんま、ムースなんだもん。給食にも出たことあるかも、私もどうだったかな、なんか食べたことある気がする。そう、それが全国じゃないのって思って、あのね、ぜひね、ちょっと私が画像でこうやってパッてお見せすることはできないんですけど、ぜひねちょっとね調べていい OK っていう方いらっしゃれば、こうムースのアイス調べてみてください。ムースアイス、あーこれこれかい、あーこれ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 なんです、ムースっていうアイス、あこれめっちゃ美味しいですよ、めっちゃ美味しいです。そう袋のやつ、そうチューブのまま食べる系の、そうなんですよ。で、あれ九州だけなのと思って驚いたのと、あとね、おごりマッセット知っとる系みたいな、だっけ、そうだっけな、これそう、これもね九州でみたいな、わかりますって知っとる系っていうね、結構もうどのスーパーとかにも売ってるアイスだったので驚きでしたっていうのと、もうはてなはてなアイスになっちゃったりするよね。あと私がね最後ね、もうめっちゃ驚いたのが、なんかかき氷がっていうのが、そのかき氷がもうほんとなんかもう袋、もうこういうもうほんともうシンプルな袋に氷って書かれてあるだけのアイスというかかき氷が売ってるんですよ。かき氷が袋に入ってるっていう、もう至ってシンプルなものがあるんですよそのね、あのいちごのかき氷だったり、みぞれ、みぞれに小豆がこうちょこちょこちょこって入ってる、こう金時アイス、アイスっていうかかき氷、もうかき氷なんですよ、袋のかき氷なんですけど、あれ九州って書いてあって、もうびっくりしました。ってなんか多分その会社メーカーさんが九州のメーカーさんでっていうので、そうそうそう、すごいね、これなんて調べたらいいんだろう、なんて調べたらいいかもわかんないんだけど、でも調べてもなんかハテってなっちゃうと思うからあれなんですけど、もう私はもう生まれてこの方もそのかき氷アイスが結構私の中で一番食べてたんじゃないかぐらいなの。学校帰りになんかこうなんやかんやでお父さんと合流してみたいな時とかあったんですよ。よくその時にお父さんによく買ってもらってたのがもうかき氷のあのやつなんですよ、金時アイスで。だからもう驚いちゃって、みぞれ美味しいよね、そうどうやって食べたらいいか。私はねこういうパッケージのここ角っこだけ斜めに切って食べてましたっていうねアイス話でした。なんかツイッターってさ面白いよね、こういうトレンドとかがさしょっちゅう変わるので、また絶対行きます。ありがとう、こちらこそたくさんありがとうございます。またよろしくお願いします。リオちゃんありがとう。そう白クマアイスは美味しいよ、いちごのやつ、そうそうそう、いちごとみぞれ味とか、そうなんです。
ね、びっくりしました。ツイッターはね、たまにねトレンドとか見て、今ってこういうのが流行っているんだとか見ながら、おほーって思う。そうそうそう、すごいかき氷でしょ、赤白氷、美味しそう、なんじゃそりゃ、絶対美味しいやん。赤白大好きです私、食べたい、食べたいな。結婚してありがとう、ハートもありがとう、ありがとうございます。ルマンダイス、美味しそう、愛してるよね。アイスのソロ、私とアイスのソロはなかなか難しいよ、私アイス食べてないから物理的にアイス食べてないから。そう、アイス、アイスね、あったら食べるんだけど、なんかこう一人だとさ、箱のアイスとか買って食べきれる気がしなくて買わないなっていう。福岡の時はねたまに食べてたりしましたけど、そう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 、ちょっと物理的に。アイスクリームありがとう、ありがとうございます赤服、そう食べました。何の時だっけな、オーディション帰りかな、オーディション帰りにね、あの、あ、このニア充のオーディションですよ、去年の、一昨年の夏、うん、去年の夏、あ、違う違う、もう夏じゃない、夏じゃない、怖い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 、もうなんかいろいろおかしいことになってる去年の冬のオーディション帰りに多分伊勢寄ったんですよ、確かその時だったと思う、伊勢神宮寄ったの。そう、その時にねいろいろ寄りましたよ、赤服も食べたし、初めてでしたね伊勢神宮。あ、そう、車で行ったから、車で観光しながら帰ったんですよ。そうだからね、醤油のアイスクリーム私食べたことある、みたらし団子みたいな、みたらしのタレみたいな味して美味しい、好み分かれちゃうかもだけど私は好きでしたね。アイス、あ、もうあの、なんだ、差し入れでいただいた時とかね全然食べますよ。そう、手が止まらない、ねえ美味しいよね、私もこんなに美味しいんだと思ってびっくりしました。大阪でも買えるの、すごい、確かにあの付近なんかあるかもね、サービスエリアとか割と隣り合わせの県のお土産系はあるよね。そう、美味しそう、牛乳美味しそう、いいね、いいアレンジ方法だ、うん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 、あ、バニラ、バニラもシンプル、シンプルはもう結局一番みたいなところありますからね、素材の本来の味みたいな。そうなんです、ハートありがとう、ありがとうございます。わかる、なんかさ、何かの帰りとかにさ、お父さんとかと買ってもらったこう何気ない買い物とかでもそういうのって覚えてるんだよね。自分でコンビニに寄ってアイス買ったとかお菓子買ったとかよりも、なんかこうね、何かの帰りに買ってもらったとかの方が結局ね、同じものでもね思い出残ってるっていう。牡蠣はね食べ残った、美味しそう、いいね、美味しそう。ね、100円もらってわかる。私もなんかスーパーとかに行って、いくら分いいのみたいな。いくらまでに分だったらお菓子買っていいとか、何個までだったらいいとかめっちゃ言って、もう多分100円以内だと思うんだけど、お兄ちゃんと、これとこれみたいな、しないみたいな。これ足すこれはみたいな、私足し算できないからお兄ちゃんに全部してもらってたり、これとこれがしたいみたいな、やっぱこれやめるみたいなだんだんお兄ちゃんの頭良くなるっていう、
私は計算せずにお兄ちゃん任せで、これとこれ足したらあとどれくらい買えるのみたいなしてましたね。あら虫が、そしてママが、あいみんママっ子でめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いよね。アイス2個もやったら2個買うかお母さんと半分こするかの、ね、2択で多分片方に絞ることあんましないかもしれない。はじめまして、あわえココさん、はじめまして、よろしくお願いします。卵アイス食べたことある、美味しいよね、何回かあるな。そうなの、計算トレーニング、そう妹力、まあ今じゃそんなにしないんですけどね。でもね、まあね、あのメンバーといってもメンバーの中ではさ、こう私より年下の子でも家族の兄弟の中だったら年上のお姉ちゃん側になってる子とかいるわけじゃないですか。そういった子たちと一緒にいると私ってやっぱなんか妹気質なんだなって思いますね、タイプ的に。年齢は私の方が年上なんですけれどもみんなの方がしっかりしているので。そうそう、アリスはそうお姉ちゃんだし、そうそうなんですよ、家族構成、そう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 。ジュリーにはね、言うかーみたいな、バブちゃんだねーみたいな言ってくるんですけど、ジュリーもね、ジュリーは妹のね、兄弟構成的には妹側なんですけど、そうね、美月もなんやかんやで、そのなんやかんやその妹っぽさもメンバーの中ではあるけど、なんかすっごい甘えるとかそういうのはなんかすなんかあんま見ない気がする。こうなんだろう、かわいい、なんかこう守ってあげたくなる妹感はあるんだけど、だからといってその誰かにこうおねだり系、 おねだり系というか妹っぽいようなこう感じはあんまり見ないかなって感じ。でも可愛いからなんか可愛いってなんかもう妹じゃないけどね、妹のように思えるくらいに愛おしいんだけど、そう自分から甘えるタイプではないかも。そうコナーもさ妹でもあるけど、お姉ちゃんでもあるからしっかりしてるなっていう部分もあるし、そう、うんうんうん、はたありがとう。だからそういったねメンバーがいるからこそ私は何気にというか妹気質だなって思いますね。コナンはしっかり、うん、すごいしっかりしてる。そうだね、周りが甘やかしちゃうかも。うん、そうそうそう、うんうんうん、してますよ、しっかりしてると思う。なんか私にとっては同い年でそう思うなよって思われちゃうかもだけど、なんかお姉さんって感じ、お姉ちゃんって感じ、すごいなんか私すっごいあゆみに頼ってる部分多い気がする。だから誰が一番妹してる、誰だろう、誰だろうな。
みんな年が近いからな、誰かをお姉ちゃんと見立ててさ、こう会話するとかがないから、多分もっと年が離れてたりしたらそういうのが見えたりするんだろうけど、ないかも。誰だろう、ももかはね、周り 見れる子だから、うん、みんな、いやでもね、みんなその妹っぽいとかもあるけど、みんなしっかりしてるから、もうなんか年相応の子いないんだけどいないんだけど私だけがもう精神年齢以下なんじゃないかってぐらい、みんなしっかりしてるよ本当に。はい、優香って答える可能性ある？いやー、ないと思うけどな、どうだろうしっかりしてるように見えます、私。ありがとうございます、嬉しい。なんかね、時と場合だと思うのよね、私ってオフの時とかめっちゃオフだし、多分どうだろう、わかんない、自分の俯瞰的にあんま見れないだからね、昨日行かせていただきました、すごく、もういまだに余韻。そう、グループ活動してるじゃん。ああ、ありがとうございます、嬉しい。つずさん、はじめまして、こんばんは、丸山優香です、よろしくお願いします。なるほど、服作りとか、みんなね、ちゃんとっていうか、もう一人一人自分と向き合って役作りとかしてたし、誰が一番とか、みんながみんな頑張ってたからないかな、難しいね。余韻はね、余韻ですよ。どうですかね。あと、ありがとう、まだ舞台の余韻嬉しい、ありがとうございます。舞台もでも私もね、ホーム画面、携帯のホーム画面をリルムちゃんとかにしてたんですよ。いまだに変えてない、余韻で。なんかこう、これを変えてしまったら舞台置いちゃう気がして変えれない。ホーム画面を見て、あ、本読みしたなとか、こういうこの場所でこういう稽古したなとか、なんかそういうのをいまだに思い返している懐かしいなとか。そうね、変えたくない、変えたくないのよ。今になっても確かにあんまり言ってないのかもね。嬉しい、何年後かに立てるように頑張ります。あー、見逃し配信、確かにそれ閉じちゃったらもう二度と開けないもんね。いやー、悲しいよ。リロンちゃんの脳自身ゲートしました、ありがとうございます。すごい、あまり最近こう譲るを、まあいくつかお見かけはするけど、お見かけしないので、本当に皆さん大切に手元に取っておいてくださってるんだと思ったら本当に嬉しく思います、ありがとうございます。私もね、そういうの閉じられない。私多分 iPad でね、ライブをね見させて、先輩方のねライブを見させていただいた時のまだ残ってる。サファリ閉じれないサファリそう、ネットのあの画面閉じれない、うん、無理多分そう、閉じれないですね。そう、いまだに。あとオーディションの時にダンス審査があったじゃないですか。でダンス審査でこの課題曲みたいな、青春サブリミナルだったんですけど、青春サブリミナルのその参考映像みたいな、私いまだに
捨ててない気がする、残してる。でももう一回パッてパッてしたらもう見れなくなっちゃう気がして、未だに撮っておいてますね。そうアニメのメロを見ながら思い出して、わあ思い出してくれてありがとう。タブがどんどん増えていくタイプです。そうなんですよ。45分になったらライジオ見をしようかな、そろそろ。最後も感動、あーねー、何もコナーのコメントがもうなんかさ、やっぱさ、思ってることをさ言葉にするのってすごく難しいじゃないですか。それをさスラスラと言葉にしているコナーはもうかっこよすぎた。なんかこう私も思っ、もう私たち自身もみんな思ってることをこう意見をこう一つにまとめてこう言ってくれるコノアがもうかっこよすぎて、あの撮影終わった後こうねコメントを取らせていただいた後カメラオフになるじゃないですか、コノアすごいよってみんなですごい、もうなんかみんなでみんなでもうすごいって、もうスタッフさんももう含めもうあっか、もうすごい、ありがとう言葉にしてくれてっていうね、そんな気持ちでした。私たち自身も本当にね、語源化が上手だよね。うん、ああそう TikTok で、そうなんです、待っているみたいで、私の友達も「優香が出てきた」って手を送ってくれました。台本でもね、いや台本じゃないんですよあれは、もう本当にその場でコナーが打ってくれたのでまとめてくれたので、本当にすごすぎるよ。もうコナーから学ぶところ多すぎです。私はもう他のメンバーももちろんだけどね、すごいね。ありがとうございます。ハタ、ありがとう。ね、本当にベテランいらっしゃるかもね。本当にテレさんの、いや本当にありがとうございます。嬉しい。あの本番前のガッチガチなガッチガチガッチガチの表情の私をどうぞご覧あれ。どうぞ見ていただけると嬉しいです。ガッチガチ緊張緊張、もう笑み浮かんでたかどうかもう記憶がないぐらい、もうなんか大丈夫だ大丈夫だなったからね。45分ありがとうございます。ではでは何準備をしていきたいと思います。13位の方からです。13位ニックさん、ありがとうございます。12位ゲントルさん、ありがとうございます。11CLK55MG さん、ありがとうございます。10位あやかちゃん、ありがとうございます。9位広島の山ちゃん、ありがとうございます。8位しのちさん、ありがとうございます。7位ふみさん、ありがとうございます。6位しげちさん、ありがとうございます。5位たつやさん、ありがとうございます。4位とも75さん、ありがとうございます。3位まさひろさん、ありがとうございます。2位しゅらさん、ありがとうございます。そして1位まるさん、ありがとうございます。ありがとうみのさん、ありがとうございました。嬉しい、ありがとうございます。バラもハートもありがとう。自分の胸落ちした配信を見るのを遅れたことです。ああ大丈夫だよ、いつも見に来てくれているんだから。お疲れ様です皆さん今日も来てくださってありがとうございました。明日はお話し会です。あのオンラインの個別お話し会です。あの前々回の振り返りの分もあるので、うんっていう感じです。ではではでは
ぜひぜひ、あの明日も私楽しみです。よろしくお願いします。一緒に楽しみましょうね。あのまた配信もお話し会前か後にするかはちょっと決めてないんだけど、したいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょうね。バイバーイ。ありがとうございました。おやすみなさーい。